やっちゃうよ、ライジョンです。そして、やっちゃうよ、みかめです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ、迫撃をね、はい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 、まあ、迫撃、俺マジのガチの、うん、もうゴレとかラバとかそういう次元じゃないレベルの初心者なんですけど、うん、本当に建物今までね使ってこなかったんですよ。でも楽ならいけるしなとりあえずね、まあ13に上げて、まあ、気合入れで全部赤く染めつついこうかなと思います。気合入れてグラチャ、気合入れてグラチャ、気合入れてマルチはさすがにちょっときついから。まあ今迫撃がね、うん、トップメタなんで、ゴレと迫撃がマジで上層のデッキで、ね、本当にもうゴレと迫撃ばっか来てて、今俺ペッカでトラ上げてたんだけど、うん、ちょっと1週間前ぐらいまではそんな多くなかったんだけど、今迫撃とゴレばっかで、迫撃にはペッカで勝てなくて、ダゴ群れが辛いな。そうだね、もう小物が多すぎて勝てなくて、やっぱね、そうそう、マジアチャがいないからね今は。なんかライトニングが流行ってる環境下で、なんか迫撃使っとけば勝手にメタになるっていう。そうだね、本当に。なんかで、あとタルババが流行ってるから、ギャングアウトローっていうのがシンプルに強いね。そう、タルババが奥まで届かないから、うん、これはな、ホイ飛ばしてよかったなね。あ、やばい、受けがいね。穴掘りボーイ、穴掘りかアウトローでよかったくない？穴掘りでよかった、穴掘りで。まあまあまあ、いい受け、いい受け、全然良くないダメこれ、ダメ。ちょっともったいないかな。あー、かぶっちゃった、かぶっちゃった、ちょっとやばい、下手に見える、見えるわ。相手ペッカっぽいな。オッケー、うわー、ポイズン切ってめっちゃガゴブレ飛ばして。でもエレキザップと脱線ありそうじゃない？まあ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 、確かに確かに。落ち着いて、まあ陸はちょっと温存したいから、ウッド転がしいの、もう一発いく、いく、よし、まあ転がしいの、はい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 、これはまあギャンブル、ギャンブルしつつ、ザップ打たれたらしまいコウモリ、そういうカードお持ちで、あのファイボやな、あ、いいファイボ、まあまあかな、あ、チェンジと、いいね、刺しとけんですよ、これは、うん、だからリガーコウモリで、これポイズン打つしかなくね、多分。ザップ。俺だったら、ユーノと工場なかったから、うん、あれ、端前にライドラックガゴ切ったから、無理やり迫撃でペッカ出させたかな。俺だったらね、クロスだと迫撃タゲ取れないから。これいけんべ、普通に。ドキュン。あ、これ、かぶった。でも一発いく。一発はいくけど、俺はこんな一発いらない。ちょっと美味しくないな。俺はこんなのいらない。いや、ちょっと美味しくない、ちょっと美味しくないね。うん、後ろから切るしかねえな。あー、いや、きついな、マジで。ザップきそう、やばやばやばい、やめてやめてちょっと待って、ちょっと待って、あ、いけるいけるいける、守れる、強っ、迫撃強っ。これで守れるってやばい、これで守れるのやばいよなマジでやばい、やばよいしょ、やば、これで守れんの、これで守れんのやばいな。これペッカ来たら裏に行きたいな、穴掘りで。あー、なるほどね。あー、まあこれはさすがに、これは穴掘りしかない。リガーを出して、あー、これ迫撃やな。あー、で、ガゴ目で囲んであげて。いや、これチームするから嫌なんだよな。確かに、やばい、耐えろ耐えろ。いや、あっちにザップ使ったから、いや、やばいやばい、やめて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 、危ねえ、危ねえ、危ねえ。いや、またライドラってカード来そう。ザップ使ったよな。あ、ライドラ来るかな。これパワー付きだったらファイブっていいんじゃない。それな、これで、うん、おお、来た、読みのファイアーボールですか。読みのファイアーボール、さすがライキジョン。これ囲んでいこうしかもコウモリ敵入ってる。あ、やべ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 、殴らせ方がおまずい。これいいや、言うのいるからこれ出しちゃおう。あるかな、あるかな、やっぱり俺かな、やっぱり鼻がどう見てますよ。やばい、もう出発くらいくれ。いやー、ガゴムレ、いや、出しちゃおう。もう言うて穴掘り、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って穴掘り5打ってば勝ちじゃない。やばいやばいやべ、あ、そっか、穴掘り5で勝ちやん。何をしてるんだねって感じだったの周りが見えてなかった、周りは。よしよしよし、やっぱさすがっすね、さすがっすね迫撃うまい人は、うん、俺の目線から見て迫撃うまい人は何がうまいかっていうと、うん、守りがうまい。その守りがまずうまくて、
ダメージを入れさせない。そんでもってコツコツ穴掘りとワンチャンの迫撃入れて、ある程度のラインまで削ったらもう守りガチガチモード入った後穴掘りと呪文で削るみたいな。はい、そうそうそう。え、何、はい、気合悪いだから俺も最近ちょっと迫撃触ってるんだけど、うん、あれだね、やっぱ守りが大事。守りな、俺攻めのことしか考えてないから。たまにはね、頭の中身変え、うん、ちょっとガラッと変えてみたい。どうでしょ、信長冬打ち中の上開幕だな。俺よそ見してたから、俺だったらその言うの俺だったら見逃してたね。まあ俺じゃなきゃ見逃してたね。やばい、頼むからザクだけやめてくれ。あ、オッケー、それはオッケー。オッケー、コウモリ、あれしてない、あれなんかあれ俺のコウモリどこに出してたの。でも敵これでタレババってのが分かった。タレババが一番美味しくない、このデッキだと。まあね、まあ、とりあえず、うん、迫撃置くやな、様子見。ああ、もうそれギャゴムーレで無双じゃないですか。無双タイム入りました。やべーい、え、言うの受けたら。でもなんかいい感じじゃないか。なんかいい感じ。あ、終わった、多分これ折ったでしょ。いや、全然全然よ、全然よ。あ、ガゴ死んでたんだけど、反壊させてる。まあ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 、これを狙ってた。本当に、とりあえず、うん、タラババがだるいから。そうだね、丸太打って、うん、そっかな、なんか切ってきそうだから、ギャング出すか。後ろからかぶれ、かぶれ、よし、かぶった。おー、よしよし、これでアウチュルー無双ができるかな。アウチュルー無双か、これ。あ、どっちでもいいな。まあ、4コスで受けるくらいやったら5コスだけで簡単でもなかったし。オプス、オプス、ガインショー。オブリー。文ちゃん溶けてたら、そのままカードしてくる。危なかったな。これ普通にさ、うん、いや、自陣で受けよう。どうせライドラだけど。いや、あ、そっか。逆サイの。このライドラ処理して、吹き合いみの穴掘りでも飛ばした日には多分勝ちだな。コウモリして、これ勝ちだ。引き網、引き網、ここだー、お前絶対ここだろ。ハイボットが、おや、かき消す、ミスをかき消す。相手ライトニングタルババだからガゴメリ何もできないんだよね、ライドラなかったら。そうね、そう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 。とりあえずこのどうせメリワンチャン読みタルババが来そうだからでしょ。奥深くに出したギャングとかね。ああ、やばい、それやばい、やばい、たまる。タイトルがたまる。あ、オッケー。オッケー、これは美味しい。美味しい。全部美味しい。全部美味しい。全部美味しい。あ、オッケー、もう。ガゴムーレの無双タイム。ガゴムーレの無双タイム入って。テレババ来そうだな。ここはテレババを出させてギャンガーの方やな。あ、言うのが来たらちょっと話が変わってくる。うん。飛ばしとくか、一応。ほうほうほう。やべ、全部無双される。防衛したいな、ここ。何としたら、え、触ってる、触ってる、やばい。あ、でもファイボーで落ちる。あ、待って待って待って、どっちどっちどっち、やばい。あ、待って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 、バレた。ちょっと下手だったな、あれだ。違うでしょ。じゃあ俺の波形一戦見とく、感染で。ちょっと待ってください、うん、完全に僕にやらせてください。おう、行ってこい、行ってこい、行ってくるよ。ゼロ勝から這い上がってきたやつを刈り取ってしまいや。最低、始めたてのプレイヤーを刈り取るとかいう卑劣な行為。ほら、よろしく。うん、ちょっと待てよ、迫撃って置いちゃっていいのこれ。うん、分かんないときとりあえずポンと寄せるな。ポン、おい、穴掘り、コウモリとかで逆サイド攻めて。あ、もうこんなんどうでもいい。コウモリして、あ、これいっちゃう。いや、そのコウモリもなんだろう、あれ、さてはやった、うん、まあ、迫撃だし関係ねえか。それな、これなんか出さないとダメだな。無視しようとしてた自分がいた。緊急起動しちゃったな。あかんですね、あかんな、拾えよちゃんと。あれ、ホグ出してもうカラッカラだった、カラッカラだった人やば。誰やなめとか飛んできそう。やめてくれ。香りちゃいます。あ、いける、これいける。たまにさ、ガゴ、うい、入った今。いや、ガゴがもうなんか倒したと思って後ろ向いたら。手加減した。そう、手加減した。これさ、置いちゃっていいか。あ、違うな。でもホグがいるから。
いやもうホグ出せないし、メガネーズが、え？やば、ヤンキーやば、だるいな、普通にホグ来そう、来ますよって顔してるなんか後ろから出した瞬間にあ、ホグやったちょっと待って、これは普通に守れるでしょ。オッケー、こっからだな、普通に穴盛りと敵ザップだから、なんかギャングとか繋ぐよいしょ、いいよ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 、美味しいな、それ美味しいな、これは、うんうんうん、ガゴ群れして、おや、ドクン、ま、このもうクロート、迫撃のクロートの置き方、相手何もできない、本当に、うん、ほら何もできないし、相手おや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 、たぶんびっくりして遅れちゃったからあるあるやな、あるあるっすか、もう5っちゃうから、まあね、邪魔だからね、邪魔だから、80は丸太で削れるか、そうだね、84だって、うわ、あれだな、2と来そう、前に丸太打って、うん、ここで防衛破壊置かないと、この歩いてくる間にも当てたい、やばい、かまされた、テープもある、おー、ナイス、この後ろに置いてあげる、よいしょー、うまい、うざいね、その話、うまい、うまい、やっぱ枯渇要素がね、強いね、この悪役、うまいな、やっぱ俺、ね、だから諦めのエビポン来た、うまいな、うわ、悲しみのインフェルノタワーが来たまだまだかな、やっぱ俺の迫撃に勝つなんかやっぱ100年早いから、12勝してやっぱ俺の迫撃に勝とうなんだ、ちゃんと練習して12勝しような印象きつい、いや俺もね1周目できなかった最初、でも2周目3周目でやっとできた、俺もめっちゃ汗かいて500mぐらい使って12勝して頑張るか、そうでツイートでちょっと迫撃強すぎみたいな、なるほどね、ツイートしよう、その前下放されたけどさ、何も下放された感じ、足りねえ、ね、感じないよ、ね、さ一生ノーマルカードなのにさ、もう一生生きてんじゃんこいつ、こいつとギャングは多分永遠の戦火で、ロイジャイとかさ最近戻ってきたけどさ、うん、もう1年ぐらい死んでたしさ、うん、ナイトも言うて強かったの叩かれてね、なんか、ね、そう、下げられたのに、こいつだけはもうね毎シーズン見る、うん、コウモリとギャングと悪影響は多分ねずっと強いよなこいつら、そうだね、なんかさ、うん、もうほんとね、なんか体力が高すぎて、うん、そのもう価値格圏内まで入れてからの防衛迫撃が硬すぎる、うん、ライトニングで吹き飛ぶくらいはありだと思う、4コスだしね、てかライトニングってもさ、なんか4分の1くらいか残るじゃん、あれでゴレが歩いてってさ、それでマーク処理されるからさ、なんか1コスで大砲からどんだけ硬くなんねんみたいな感じでまあ、迫撃使いはね、あれだよね、迫撃使いからしてるとそんな強く感じないかもしれないけど、相手してると嫌なんだよね、やばいよね、そう、まあそういうこと、そういうことやな、そういうことやな、ってことで、はい、まあこんな感じやな、さすが、さすが、ありがとう、ありがとう、まあまあミカも頑張れよ、お頑張るわ、うん、世界大会頑張るわ、ミカも頑張れよ、監督叩かれる、あれ言われる呼び捨てしてんじゃねえよって炎上する、コメントされるわ、みかんファンにしばかれるてかこの前さ、うん、なんだっけ、TWICE のさ、うん、あのファンクラブのことを、うん、ワンスって言うんだけど、オンス、オンスって言うのね、コメントでちょいちょい来てたワン、オンスじゃねえよお前って、オンスは舐めすぎて、ちょっと TWICE ファンにそれこそしばかれやべえ、そう、オンスにしばかれるワンスにしばかれるわっつってワンスだった、俺知らんかった、そういうことがあるからな、そういうことあまりあれな、舐めた発言まあとりあえずね、まあ俺ちょっと、うん、やっぱビスケットオリバーもうええから前の動画でもそれ言ったけどええわ、もうビスケットオリバーええって誰もおらということで終わります、お疲れ様です、お疲れ様です。